CD ドラマときめきメモリアル最後の夏休み第5話すれ違いチューニング。やっぱダメ、俺パス。何言ってんのよ。このきらめきファンタジーワールドに来てビビールにならないなんて信じらんない。別に好きでここにいるわけじゃないからな。ミニ FM で使う CD とか機材の買い出しだってのにこんなとこに寄り道して。だって来たかったんだもん。たまにはいいじゃん。たまにはってお前な。うわー、そばで見てるだけで超迫力。やっぱやだ、これ帰る。なんだかワクワクしちゃうよね。やっぱ来てよかった。お前俺の話全然聞いてないだろう。え、なんか言った？ほら、もうすぐ私たちの番だよ。こっちこっち。はしゃぐないよ、恥ずかしい。ほら、そこ階段が危ないって。え、あー、朝日だ。あ、ごめん、もう話してくれていいよ。あ、そうか、怪我ないか。うん、ありがとう。あの、君たち乗るの？乗らないの？あ、乗ります。うわー、真っ青な空と海。おお、太陽がじりじり照りつけるぜ。素敵な夏休みの思い出になりそうね。 Yeah, that's right。やっぱり思い切って一緒に来てよかったわ。私お弁当作ってきたんだけど、みんな食べて。わあ、美味しそう。さすがさきちゃん、マネージャーの鏡ね。ありがとう、そう言ってくれると早起きした甲斐があったわ。そんじゃまずはお味見を。うん、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 このビーフハンバーグにおけるタンパク質の熱処理完璧よ。この私が言うんだから間違いないわ。本当ですか？さすがひもさん。うーん、恐るべしひもゆいな。よし、お弁当食べたらたっぷり泳ぐぞ。プールより海の方が断然気持ちいいもんね。どう、あやこも。 Sorry、 ごめん。私ここでのぞみの華麗な泳ぎ見せてもらうから。じゃあ清川先輩、私に先輩のクロールを教えてください。え、いいわよ、ゆみちゃん。うわーい、やったー。うわーいって、ゆみ、高校最後の夏休みを満喫しようとしてる俺たちの中になんでお前がいるんだよ。まあまあいいじゃないの、一人でも多い方が楽しいんだからさ。これで朝比奈さんも一緒だったらもっと良かったのに。申し訳ございません、私が朝比奈さんの行方を知らないばっかりに。小敷さんのせいじゃないわ、連絡取れなかったんだから仕方ないじゃない。でも一体どこに行ってるのかしら。そうだな。あ、あそこ歩いてる二人って、あれ、あ、そんな荷物なら私が持ってあげんのに。いいよ、俺の荷物だから。いいからいいから。よいしょっと。結構重いのね。これみんな FM 放送で使う機材なの？ああ、悪いな、買い物にまで付き合わせて。アシスタントだもん、当たり前。それに楽しかったし、久しぶりに遊園地で思いっきり遊べたもんね。もう大満足。おーい、朝比奈さん。あ、朝比奈さん、東堂くん、こんなところで会えるなんて。直人くん、藤崎さん、あれ、みんな、なんで？これはこれは朝比奈さん、本当にお久しぶりですね。こうして巡り合うのも。おいおい、まだ一週間くらいしか経ってないって。それよりみんな揃ってどうしたの？高校最後の夏休みでしょ、だからみんなできらめき海岸にでも行こうってことで盛り上がってさ。そういうこと、もう盛り上がっちゃって大変。朝比奈さんにも声かけようとしたのよ。でもあなたずっと出かけていたでしょ、だから連絡取れなくて。ごめん、実は私。あ、重そうな荷物だな、朝比奈さん、持とうか。あ、ああ、これは。いいからいいから。やめろよ勝間、ちょっと東堂くん。
これは俺のだ。触るなよ。ヒロシ。まあ、朝比奈さんたら、殿方のお仕事を手伝っていらっしゃったのですか？ああ、偉いですね。でも、なんか変よね。なんで朝比奈さんが東堂くんの手伝いなんかしてるんだ？喧嘩したって聞いたけど。あ、really？ 本当なの？だったらどうして？何やら匂うわね。なになに？朝比奈、東堂に何か弱みでも握られてんのか？あのカンニング未遂か？そうかそうか。ほら、東堂、またあの忌まわしい期末試験を思い出しちまったじゃねえか。もう勝手に盛り上がらないでよ、お兄ちゃんたら。違うの、違うんだったら、ヒロシも何か言ってよ、このままじゃ。別に、お前らに言うことなんかないよ。ヒロシ。ねえ、トド君も私たちと一緒に。バカバカしい。みんな仲良く思い出作りか？何が最後の夏休みだよ、くだらない。そんな。くだらないなんて、そんなこと。しおり。おい、ちょっと言い過ぎだぞ、トド。しおりに謝れよ。関係ないだろ。なんだと？関係ないってなんだよ。朝比奈さんまで巻き込んで何が関係ないんだよ。なんとくん、違うの。関係ないとかくだらないとか言ってるけど、お前みたいに一人でカッコつけて DJ 気取ってる方がよっぽどつまんなくてくだらなく見えるぜ。なおとくん。なんだと？お前らに俺のこととやかく言われたくないぜ。こっちも同じだ。やめてよ、二人とも。違うんだったら。やっと見つけた。お前か。へえ、こんなところにボートなんかあったんだ。いい隠れ場所だね。お前、あいつらのとこ行ったんじゃなかったのか。そうも行かなくてね。誰かさん荷物を放り出したまんま老けちゃうもんだから、整理するのに夜までかかっちゃった。アシスタントって超大変よね。すまなかったな。まだ怒ってるんだからね、昼間の喧嘩。なんであんなこと言ったのよ。仲間がくだらないみたいな言い方。ナオト君だって怒るの当たり前じゃないの。そうだな。まさかあんなに怒るとは思わなかった。しょうがないな。明日になったらちゃんと謝るんだよ。私が間に立ってあげるからさ。なんか私ってどんどん世話焼きおばさんになっちゃうって感じ。やだな。俺学校辞めるから。ん？何？この夏休みが終わったらくだらない学校なんか辞める。面白い冗談。けどそのユーモアセンス超最低。お前ももうここに来るな。ん？だからアシスタントごっこは終わりだ。ヒロシ。いいな。何よそれ。何よ。いやよ、私嫌だからね。朝日奈。絶対に嫌。風が出てきたな。おい、窓閉めろよ、ナオト。もう風ビュービューだろ。ああ。なんかしらけちゃったな。せっかく海まで来たのに。東堂のせいだぜ。あいつが喧嘩なんか吹っかけてくるから。朝比奈さん、こちらにいらっしゃいませんね。やっぱり、何か事情があって、東堂くんを手伝ってたんじゃないかしら。そうなのかな？あれあれ、遅れちまったな。バスケ部の OB 戦、予想以上に長引いちまって。なんだか外、嵐が近づいて。あれ？なんか、空気が重い。ちょっとね、東堂くんと朝比奈さんのことで、ぶつかっちゃってさ。ヒロシと朝比奈さんのこと？何があったん？それが、私は絶対嫌。ヒロシが学校辞めるなんて。お前には関係ないだろう。そうやって逃げるんだ。確かに学校なんてくだらないかもしれない。テストは超嫌だし、宿題だって大変だし、校則とか超嫌な先生とか、いろいろつまんないことばっかしかもしれないけど、私は結構好き。いいとこだっていっぱいあるし、みんなだっているし。俺は嫌いだ。じゃあ私がいるでしょ。朝日奈。だから学校辞めるなん
んて言わないでよ。朝日奈、私がいるからじゃダメ？ダメ？ねえ、ダメなの？ヒロシ、うるさいな。ダメだよ。逃げるな、ヒロシ。うるさいんだよ。嫌い嫌い嫌い大嫌い大嫌い。まだこのボート流されてるじゃない。マジ？ヒロシ！朝日奈？脚本山田康則、監修山田康則さんよりも偉いと本人が言ってるジュキー花田。今日のお題、神奈川県横浜市、ペンネームヒデブ安倍氏アジャパー。やっぱりお前ええわ。やまんでよ。お前、DJ の役やからやらしたろうと思ったけど、お前あかんわ。今日のお題は、今一番気になっていることは何ですか？出演朝日奈優子、鉄砲塚、このお話の結末、陽子でした。結末笑い。東堂博士、高木、東堂博士の顔、渡る。最後まで出ないけどな。藤崎しおり、金月、今日はみんなこの後みんなで遊びに行くのかな、マミ。なんでそんなこと言うの？もう考えてるの？早乙女よしおみたいな。上田、来週のサザエさん、ユージ。青ちゃうか、青ちゃうか、青ちゃうか。芹沢勝馬、菊池。まあ、人事だけど、僕や小野坂くんがそうだったように次のシリーズは渡るもきっと脇役違いない。こんな扱い、まさにこんな扱い。マリカは夏で、日高はピギュア。まあいいんだ。知りたい、ピギュア知りたい。2時のさき菅原、1時にというのは気にならなくなったんで、その後、この後どうするのか。あー、マメさんと同じになっちゃう。どうして君がそんなに気合入っちゃう。サチコー、それが気になるな。早乙女由美、ヨシキ、今一番気になっていることは、この中で一番背がちっちゃいことかな。クリン、あんたが分かんない、気になる。木更木美桜、関根、タヒチの海は今アキコ。なんだよそれは。誰かみばっかりや。みんな三木原めぐみ、すっぽんのこと考える。栗原、今すっぽんって言われたらすっぽんのことしか受け身ませんでした。バカ野郎の坂みきこ。はい、片桐彩子、川口、今履いてるスカートのスリットが歩くたびに上に行く、まさよ。立林美春、菊池、小野坂さん、そして上田さん、さらに加わった菊池さんに渡るさんが加わって、それからコナミの P も加わっての怪しい男の関係、志保。小敷ゆかり、黒崎、何時に終わるのかな、彩子。いや、仕事やる気あるから。仕事に来い、仕事に。清川望、佐々木、ゆうじくんがぶつけた傷の後、あやこ。痛そうだ、痛かったんだな。今譲り合った。はよ行け、この空間の。はい、どうぞどうぞ。はい、係員堀川、私事ですいません。阪神タイガース、ジン。あー、大変なのね、この雪。ひもゆいな、中、この後鳥を取る小野坂くんが何が気になってるかってことかな、智子。坂上直人、小野坂、何何、ウサギ飼ってるんだけどさ、ミニウサギっていうウサギだったのね。ちっちゃい、ちっちゃいやつ、ちっちゃいウサギですね。もう3週間ぐらいしかまだ経ってないのさ、あんまり大きくならないやつ。もうすごいでかいの。気になる、なんで。水口さん家のさ、ミニウサギがさ、両手に抱えてもまだ余るぐらいなんだ。俺のウサギどうなるんだろう。気になる。マサヤ、以上でお送りしました。